泉佐野市から泉州総略踊り子隊の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のテーマは冬来たりなば春遠からじということで、この困難なよさこいにぴったりのテーマでしたね。ちょっとね、分かりにくい表現なんですけど、元気いっぱい踊りますということです。はい、元気いっぱい踊っていただきたいと思いますが、皆さんにとってよさこいって何ですか？そうですね、元気の源、はい、長生きの秘訣、我がチームは90歳のメンバーが頑張って踊っております。拍手。今日も踊っていらっしゃいますか？今日はね、今日はいける？大丈夫？あ、これ80歳え、大変失礼しました。80歳でございました。失礼しました。80歳いける？あ、何？もっと分かりやすく言うて、ちょっと今日は80歳、本当は90歳もいらっしゃるということで、すごいチームですね。では、大阪府泉佐野市から泉州総略踊り子隊の皆さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。大阪泉佐野よりやってまいりました泉州総略踊り子隊と思います。みんなね、ご存じないと思います。ざっくり言います。大阪の日本地図で北半分くらいをね、実は泉州地方っていうんです。その泉州地方から本日前世の美女だけをお送りいたしました。素晴らしい笑顔で踊ってまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今だから大阪には美女が不在でございます。はい、さあそれでは参りましょう。泉州総略踊り子隊。あっ。
世界中の傷ついた人へて届けこの想い。先週総理踊り子隊でございました。応援ありがとうございます。